バーチェア MG501 についてですが、はい、実物見れるところが近所にないのですが、はい、あまり心地いいですか、はい、長時間座ってもお尻痛くならないでしょうか、ちなみに158センチです、はい、西内さん、あ、私も158センチで家でキューバチェア使ってます。長時間座ったらどうかな、何時間はちょっと辛いですけど、ちょっと座って1時間ぐらいは全然過ごせますね。で、冬はあったかいやつかけたら、そこにいざなわれてぬくぬく過ごしております。いざなわれて、ね、なんでしょうね、あれ。夏はこれ涼しげじゃないですか、涼しいとこ座りたくなっちゃって、そのまんまの形で置いてて行って座ってます。あと子供とか横とか無理くり座れます、ご家族いれば。どう座り心地がいいですか？これね、めちゃくちゃ柔らかくって奥に傾斜している、うん、ハイバックのチェアはそれはそれで多分すごいずっと座れるとは思うんですよ、うん、座り心地がいいとは思うんですけど、うんうん、なんせそんな何時間も座ってられないじゃないですか、家にいるといろんなやり方がない。忙しいからね。そうお母さんはね。だけどそんな立ってもいられないですよ、しんどいから、うん、だからそほんまちょっと休憩っていう時に結構ちょこちょこ座りに行くっていうのが便利ですね。ちょっと座りでダイニングチェアでもなく、もうちょっと体を沈めたいぐらいの座りたい感じの時にすごい重宝してます。そのチェアのアウトドア用のものとの違いが知りたいです。アウトドアがお水弾くんですかね。シート、座り心地は基本的にそんな変わらないです、うん、素材が違うだけなので、で、室内用はペーパーコードを作って、うん、で使っていて、はい、でアウトドア用はそのウェービングテープみたいな、うん、ちょっと布っぽいやつとか貼ってるやつをちょっと大きくして見てみてください、うん、はい、素材が違うだけで基本的にはまあ一緒ですね、うん、で木の材質がチーク材だったかな、うん、このやつは、うんうんうん、でより雨とかに強くなってるんですけど、まあでも大きっぱはちょっとあれですよね。本当はね、と直射日光は、うんうん、できるだけちょっと避けてもらった方が、うん、いいです。木の持ちが全然変わるので。選ぶ基準としては座面に貼っているそのペーパーコードとアウトドアのあれもペーパーコードなんて言ったらいいかな、ひもっていうか編んでるやつを見比べて好きな方を好みで選んでいただいたらいいかなと思います、うん、あと用途ですね、外で使うかどうか、うん、でもやっぱり座り心地いいですよね。どっちにしろじゃあ徐々にね、やっぱり柔らかくなってきました。最初のうちは硬かったんですけど、うんうん、座れば座るほど馴染んでいくよね。そうそうそう、馴染んできました。ソファーは家族に取られがちなので、うん、マイチェアを探しています。そうですね、それは言います、ね、まさにです、まさにです、まさに。だから、うん、折りたたみできるしとか、うん、で、一人で座るのにはもう本当十分で、うん、で、多分本当に長時間座るってことを思うと、うん、ハイバックの方っていうか、うん、多分頭を支えてくれる方が、うん、本当の意味では楽なんですよ、うん、だからそういう意味で 1,2 時間ぐらいだったら、うん、とか本読むぐらいだったらもう全然これで十分ぐらい。ところが社長、気づいたんですけど、うんうん、持ち運びできるじゃないですか、うん、壁際に持っていったらハイバックになるんですよ。そのやり方ね。そう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 。知ってますよ。あえて言わなかった。めっちゃ持って行ってハイバック長時間座れるっていう気づきがあります、はいはい、ということです。はい、ぜひぜひご検討ください。